者にあらず。歪みに満ち、もはや破滅は免れない。100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんかどこにもないのに。親切なくらい分かりやすい世界、強い者が弱い者を食らう、それが耐えられなかった。ひざまずけ、頭を垂れてつくばえ、平伏せよ。弱い者に興味はない。貴様どものくだらぬ意志で物を言うな。強敵葬る。嘘だ。我は何時、何時は我。お前ら追いかけてここまで来た。殺してやる。私はお前たちに永遠を与えると決めた。それの何が間違っている。生徒よ、主の恵みを信じよ。夢はもういい。主は我々を見捨てにならず、我が祖国の敵を打ち滅ぼす力を与えたまえ。地獄だ。最初からこの世界は地獄だ。怖いか。終わりだ。お前はここで誰にも触れられることなく、たった一人で死んでゆく。もはやお前を守るものは何もない。恐ろしいかと聞いている。お願いがあるの。お願い。私を殺して。奪う行為は等しく悪だ。我々は生まれ落ちた瞬間から何かを奪い続ける。命とは罪を犯し続けるもの。私は自覚する。私は悪だ。そして君たちも。さあ殺しに来なさい。心と、なんとその胸を引き裂けばその中に見えるのか。その頭蓋を砕けばその中に見えるのか。ごちゃごちゃうるせえんだよ。さっきは随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。でも残念、私との相性最悪だよ。敵を作り倒し続けてどうなる。最後に何が残る。勝者だろ。そんなに死にたいか。死にたくなければ歯向かわず従属すればいい。そうできないものは死ぬ。この世とはそういうものだろう。歌は豚らしくひれ伏しておればよいのだ。私の存在証明、ただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし、私を生かす。この足は踏みしたくためにあるのであった。